それでは、いきなりですがもう基調講演の方に入らさせていただきたいと思います。基調講演は広川、日本 PHP すみません PHP ユーザー会の広川瑠衣様です。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。ユーザー会の広川と言います。今日はですね、土曜日の朝早いところからお越しいただきましてありがとうございます。本来はこう開会の挨拶とかするんですけども、PHP ユーザー会のカンファレンスは毎日ゆるくこう始ま毎回やってますんで、こんな感じで、今日は最近 PHP こんな感じっていう話を最初に30分ちょいさせていただきたいと思います。お題の内容はですね、最近の 5.3 という新しい 5.3 より後のバージョンですね。であとは 5.5 っていうのは最近開発中ですので、その話とかをさせていただきます。よろしくお願いいたします。で最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。私ご存知の方はご存知だと思いますけども、PHP のホビーユーザーとして結構昔からやってまして、昔は本当にマニュアルの日本語化とかをやってたのが、関わりの始まりで、マルチバイト、今皆さん使うような日本マルチバイトエクステンションのとか国際化の方に関わったりとか開発にも関わっていて、最近ちょっと宣伝になりますけども、青マンモスっていう方の新しいやつを出したりとか、あともうちょっとしたら出てくるこの右下の右上のタブがポイントなんですけど、情報改訂版っていう初めての PHP みたいなのを書かせていただいています。で、今日お話しする内容はですね、5.3 以降での時代にだんだんなってくるって話なんですけども、最初にどんな雰囲気になるのかっていうところを簡単にご紹介しますけども、2009年に出たバージョンが 5.3 なんですけども、それの入ってですね、ちょっと書きっぷりが変わっています。で、ちょっとマーカーがないので分かりにくいかもしれないですけども、例えば、これはスリムってマイクロフレームワークのコードなんですけども、URL を叩いてですね、その URL を解析してハロータローってテンプレートを呼び出して、表示するような、コードなんですけども、そういうのを、例えばクラスをですね、オートローディング、を、コンポーザーというのを使ってですね、簡単に呼び出したりとか、あと複数のモジュールとかを、名前空間を分けて呼び出したりとか、あとはそのここにちょうど緑の部分が、無名関数というものなんですけども、そういったものを使って、例えばゲットリクエストに特定の URL が入ってくるというところを今までよりもかなりすっきりと書けるようになっています。でそういったことができる文化というのがですね、だんだんその今年ぐらいからこう立ち上がってくるという話をちょっとさせていただきたいと思います。でまずちょっと毎年これちょっとやらさせていただいているんですけども、ここにいらっしゃる皆さんの中でどんなバージョンを使ってるんですか、PHP 使ってない人もいるかもしれないんですけども、それちょっと最初のアンケートを取らせていただきたいんですけども、さすがに PHP4 使ってる人っていないですね。います？メインで使ってるバージョン、あ、いらっしゃいますね。で、じゃあ5から 5.1 の方、あ、何人かいらっしゃいますね。で 5.2 の方、こんなの結構多いんじゃないかと思うんですけど、あ、でも 2割ぐらいですかね。5.3 の方、あ、多いですね。さすが優秀ですね、日本の方。で 5.4 の方いらっしゃいます。さすがに 5.5 の方いないですね。あ、じゃあ分かります。大体 5.3 が多いということでね。で、じゃあ巷はどうなってるかっていう話で、W3Tech っていうところが毎日更新してくれてる統計情報があるんですけど、あくまでも統計なんで、それが本当に正しいかどうかっていうのは統計によるんですけども、まず PHP がどのぐらいそのウェブサイドのサーバースクリプト言語で使われているかっていうのは、1週間前のデータですけども、青いところが PHP なんですけども、ほぼこう7-8割近くということで、かなりもトップシェアを占めて、ドミナントな感じになっていると。それから今日ちょうど今こう被ってますけども、向こうでやっているワードプレスとかの話にさせていただくと、アプリケーション代表というのは CMS だと思うんですけども、それの、右側の図ですけども、上位4つかな、ワードプレスも独占的な立場ですけども、それ以外のものも含めて上位4つ、ブロガーもちょっと入ってますけども、もう7割5分ぐらいはシェアとして PHP ベースだということがあって、かなり使われているというのが全般の状況で、じゃあ皆さんどんなバージョンを使ってるんですかって話になると、かなり苦労しましたけど PHP5 にみんな移行しているというのが今の状況で、じゃあ PHP5 でどんなバージョンを使ってるんですかっていうと、これは世界の話です。では5.2の方が6割だんだん減ってますけども6割ぐらいまだ残っているということで、こちらにいらっしゃっている皆さん、さすが意識が高くて5.3 に移行されている方高いと思いますけども、5.2の方の話とかの関わりはちょっと後でさせていただきます。
で、バージョンアップする理由しない理由って当然あってですね、私も基本的にはミッションクリティカルなとコンサーバーになるタイプなんですけども、更新しない理由の方からいくと、隔離の手間がかかるとか、あとその一番ちょっと悲しいのは新機能とか性能の魅力が小さくなってくると、上げる必要もないよね、十分だよねっていう話とか、あとは周辺環境、例えばエクステンションとかフレームワークとかまだ追いついてないから上げられないよっていうのが、ネガティブな理由になります。で、更新する方っていうのは新しい機能、性能を魅力的だって話とか、あとはそのセキュリティとかバグの修正がサポートされるとかっていうところとかですね、あとはもう完全にサポートをエンドオブライフで切り出しちゃってるので、もう上げざるを得ないっていう消極的な理由で上げたりっていうのがあります。で、開発を行う立場の人は当然新機能を、とか性能を上げてどんどん新しいバージョンを作っていくっていうのはやっぱオープンソースの基本なんですけども、だんだんよくできてるソフトほどですね、枯れてきてしまって、もうだんだんこう新しいオフィスいらないよねとかって話にやっぱなっちゃうんですね。で、そこをどうやって新しいところに対応していくかっていうのがもう本当に開発の課題だっていう話と、やっぱりオープンソースの開発の場合リソースが限られてるってことですね。サポートを、ギレっていうのをある程度取り入れていかないときつい部分があるので、そこをどうやって円滑に移行させていくかっていうのが課題になってきています。で、ちょっとこう去年ですね、今年の夏に実は LL のランゲージ、ライトウェイトランゲージっていうところで喋らさせていただいてるんですけど、毎年やってるカンファレンスの、10年間を総括したような話をして、その時に集まった Ruby とか Perl とか Python とかっていう人と一緒にお話しさせていただいた時に、10年間ちょっと振り返ってみたんですけども、それにちょっとお話を簡単にしたいと思います。で、まず2002年って、10年前に遡るとですね、もう最初の時代のブームっていうのが来てまして、 PHP は HTML 埋め込みの言語としてブレイクした時代っていうのがあるんですけども、そちらでだいたい 4.3 っていうバージョンで日本語対応、マルチバイト対応っていうの基礎が実は固まっています。全度マルチバイトとかですね、正規表現っていうのが入ってきたところです。で、そこから今ちょうど10年が経ったっていうのの時代です。で、実は今回は3回目のこう移行期にさっさかってるな、かかってるなと思うのは、次は当たりますけど 5.0 っていうバージョンで OP が大幅にサポートされたりとか、 XML がサポートした、簡単に使えるようになったりとか、 DB が簡単に使えるようになったりっていうのが 5.0 から 5.2 の間のバージョンになります。で、これは2006年ぐらいに 5.2 が出たんですが、実はこれ2010年、1年半ぐらい前ですかね、もうサポート切れ、エンドオブライフ宣言されてまして、それをそのバージョンをもうまだ6割の方が世界で使っているというのは結構ある意味危険な状態になっているということです。ただセキュリティの重大なものについては引き続きパッチ自体メンテされていますので、何か大きなことがあればリリースされる可能性はあります。で、次がですね 5.3 というバージョンなんですけども、これ実は一つ事件がありまして、もともとは次 5.2 の次は 6.0 を出す予定だったんですね。なんですが、それではご存知のようにユニコード対応っていうのをしようということで、大幅にそのプログラムを入れ替えてしまったということから、2010年キャンセルになりまして、そのコードが全部、主な機能が 5.3 に乗っかってきました。で、実はもう 5.3 はもう名前空間とかいろんなものが入ってますので、6.0 って言っても個人的にはいいんじゃないかっていうバージョンなんですが、5.3 という名前でなりました。で、ここが多分第3の変革期、これからの時代っていうのが PHP の第3世代っていうような感じだというふうに私は捉えていまして、今年3月に 5.4 っていうのが出ましたけども、ちょっと小幅でトレートっていうのが入ったりっていうところとかいうのが変更点です。で、今開発中のバージョンは 5.5 っていうもので、これは後でお話ししますけども、より小幅な変更でいくんじゃないかなというふうに今考えています。で、ちょっと下が見にくいかもしれないですけど、コミュニティの方も今、このカンファレンス始まったのが2000年からだと思いますけども、2010年に10周年、11回目なんですかね、始まって、で、コミュニティとしては PHP カンファレンスっていうのが、ここで開かれているのを毎回やってますけども、去年から関西が始まって、今年春北海道が始まったということで、だんだんそのコミュニティが広がってきているっていうところが最近のトピックスになります。で、次はですね、ちょっと細かくなりますけども、ここ1年間どんな PHP のバージョンが出たんですかっていうのをちょっとずらっとしてみて、ちょっと見にくいかもしれないですけども、今年、この1年なんですけども、リリース自体は今年になってまして、
5.4 というのが3月1日に出たバージョンというのが一番その、トピックスとしては大きいんですけども、それ以外に実はウェブをにぎわせたニュースがいくつかあります。でこの赤字にくくったところがまさにそれなんですけども、1月にですね、ウェブブログでも話題になったと思いますけども、ハッシュドスっていうのが話題になりまして、緊急リリース、まあ、プラスでですね、入力の制限ですね、ハッシュコリジョンで DOS を起こしてしまうものですけども、それの入力引数のオプションで開始するという策が示されまして、でその後ですね、それでも不十分だということで 5.3.10 というのがですね出ましたというのがニュースです。あともう一つは5月ゴールデンウィーク前後になりますけども、中ですかね、5.3.12 というのが緊急リリースされまして、これもセキュリティ絡みですね、ちょっとこれは熱いバグだったんですけども、CGI 版なのにコマンドラインのオプションを設定されてしまうバグがあってですね、なんと設定オプション変えられてしまうということでかなりひどいのが出まして、でそれプラスそれの、修正が、まあ、やっぱりうまくいってなかったということで 5.3.13 というのが連続して出たというのがあります。で、まあ、これはちょっといろいろ反省しなきゃいけないこともあるんじゃないかなと思うんですけども、静的解析ツールとかいろいろ使って解析はしてても、割とそのなんですかロジカルに成り立ってしまっているものは見つからないっていうのが役にあってですね、その辺がまあこれからどうやって改善していくかっていうのがクオリティの部分でポイントになるんじゃないかと思います。で、あと開発界隈ですね、非常に話題っていうか大きかった変化が、開発の体制をレポジトリ移行したというのがありまして、今回はサブバージョン、前 CVS 使ってサブバージョンだったんですが、Git に変わりました。これ開発してない方はあんまり関係ないかもしれないんですけども、実は、一つの意味がありまして、開発を最近ソーシャルコーディングっていうので GitHub とか使ってやる流れがあると思うんですけども、GitHub にミラーされまして、そこから、プルリクエストとですね、機能を追加するリクエストが投げられるようになりました。でそうするとやはり今まで開発者とか何か機能追加したいな、こうオープンソースとかいじりたいなと思ってもですね、なかなかそのきっかけがつかめなかったのが、もう GitHub にアカウントがあってクローンしてしまってですね、まあ、コミットしていけばですね、それを受け入れられる余地っていうのが引きが大きく下がったっていうのがポイントです。で基本的にはクローンして、実装テストコードを書いてリクエストを発行して、でその後、まあ、前後して議論を重ねていって、まあ、受け入れられるというのが基本なんですが、例えばバグの場合はバグトラッカーと別にありますので、そこでチケットを発行してもらってから議論をするっていうところとか、あとは本当に重要な機能追加ですね、根本的に何か追加するっていう場合は、PHP の場合は RFC というのを書くことになってまして、まあ、そちらを並行して書いて議論して投票をかけて OK 出てからプルリクエストをするっていうのが大きな流れになります。で今ちょうど 5.5 を叩いているところですので、ここ1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでですね、ここが決まってきますので、今ちょうどチャンスです。皆さん、何か新しいところを入れると、あれだけの世界中の方が使ってくれるということで、非常にその、まあ、めったにないチャンスだと思いますので、ここで目立とうと思ったら、こういうのを参加してみるといいんじゃないかなと思います。で、今度はユーザーサイドの話なんですけども、ですね、まずその、最近の流れとして、一ついくつかキーワードがあります。皆さんフレームワークを今日も Go お話出てくると思いますけども、お使いだと思うんですが、今 5.3 時代のフレームワーク、 5.3 に対応したものが出てきてまして、ここにちょっと3つ挙げてますけども、全土フレームワークもこの前出ましたし、大御所が大体対応してきているということで、大体そのスクリプリに対しては、例えばフレームワークが一つありましたってところにいろんなものを、今まではその一つのフレームワークの中に全部根こそぎ入ってたんですけども、いろんな ORM マッパーとか、テンプレートとかいろんな自分の作ったクラスとかですね、その組み合わせて、モジュラーデザインということで好きなところだけ抜いてきて使えるようになっています。でそうなると重要なのは総合運用性、インターペラビリティという考え方で、例えばそのあるアプリケーションはとは違う構成をプロジェクトとして起こしてるんだけど、自分のクラス作ったクラスは使いたいとかっていうことがモジュラーデザインになっていれば使えられます。で他のテンプレートを使ったりとかもできるようになると、でそういうことができるようになるっていうのが、まあ、総合運用性を保つということになります。でただですね、それは簡単ではないということがありまして、なんか仕組みを作って規格を決めていかないと、なかなかその組み合わせたら不具合出ちゃったりとか、バージョンアップ更新大変っていうことになってしまうんですけども、そういう仕組みっていうのがですね、今ちょうど出てきてまして、PHP FIG っていうものが出てきてます。
これあの、もともとはスタンダードワーキンググループと呼ばれてたんですが、ちょっとくくりをフレームワークに特化させてですね、フレームワークインターペラビリティグループという名前になっています。ここにはさっき述べたようなもう主要なフレームワーク関係者とかコンポーザーの関係者とかが出てまして、そこで PSR、PHP スタンダードリコメンデーション、いわゆる標準、まあ、リコメンデッドなんで推奨標準なんですけども、そういうものを発行していまして、今3つ出てます。ここに0から1、2って出てますけども、1つはそのクラスの名前を標準化して、オートローダーっていう仕組みですね。さっきの最初の例にもちょっと出てきたんですけども、簡単にクラスを自動的にロードする仕組みを作ったりとか、あとはその組み合わせたときに分かりやすくするためにコーディングガイドを決めたりっていうことをやっています。で、これに準拠させて自分のクラスも作り込んでおくということで、よりですね、メンテがしやすくなったりとかっていうメリットがありますので、まあ、詳しくはちょっとウェブを見ていただきたいんですけども、そちらを参考にして作られるのがいいんじゃないかと思います。で、じゃあどうやって作るんですかって話して、まあ、詳しくは規約を見ればいいんですけども、それに準拠をさせるために、実はその、シンフォニーのファビアンとか作ってくれている、コーディングスタンダードフィクサーっていうのがあってですね、これにかけると、そういうそのクラスの名前とかっていうのを自動的に、まあ、完璧ではないと思いますけども、修正してくれたりと、まあ、インデントとか修正してくれるっていうところがありますので、こういったツールとか、あとチェックアウトしてコードスニファーとかにコード規約を入れて使うという手があります。で、もう一つのポイントは、さっきみたいにその複数のプロジェクトをメンテしていくということになるとですね、やっぱり大変なのがパッケージマネージャーというのが今まであったんですけども、それは大体その今まではシステム単位ですね、サーバー単位とかでメンテしていることが、まあ、多かったんじゃないかと思うんですけども、やはりそれだと粒度が大きすぎてですね、いろんなバージョンが勝ち合っちゃうということになってしまうので、そこで今出てきているのがプロジェクト単位で依存性を管理できるような、まあ、依存性管理マネージャーみたいなものが出てきています。これはコンポーザーというもので、今ちょうどブレイクしていまして、今日午後にもお話がして専用のセッションでしていただけると思いますけども、簡単にご紹介するとですね、今主要なフレームワークがもうほとんど対応してまして、こういう右側に書いてありますけど、コンポーザーゼーションっていうのに簡単に何使う、どんなバージョン使うっていうのを書いておいて、でパッケージャーをインストールして、それでそうすると、オートローダーとロックファイルっていうのは自動的にできてですね、でオートローダーを読み込んであげて、あとは自動的にクラスが読み込まれます。でそのバージョンでデフォルトはロックされてまして、で、他の人たちもそれを使うと。でバージョンを更新したい場合は依存性を更新するアップデートコマンドっていうのを打つと、まあ、ようにですね、バージョンが管理されると、アップデートされるというものになります。で、ポイントはですね、みんなが対応しているとやっぱポイントなんですね、こういうのは。で今そのパッケージストっていうそのサーバーから出てきている管理いろんなものは取れるんですけども、これちょっと見にくいかもしれないんですけども、横軸が時間で、この1ヶ月ぐらいにぐーっとこう伸びてると思うんですけども、オレンジ色の線がパッケージなんですけども、今3000パッケージぐらいもう超えてると思うんですけども、出てきてまして、もう主要なものはほとんど入っているという状態で、ここにさっきの JSON、コンポーザー JSON を書いて、コマンドを打てばですね、自動的に新しいバージョンが入ってくるということです。でまあ、これに対応させるというのはコンポーズドというらしいんですけども、コンポーズドしておくとですね、いいことがありますよというお話です。で、次からが特定のバージョンの話をちょっとずつさせていただきます。ですね、まず、PHP5.4 というのが、今年の春出たんですけども、まあベンチマークとかだとおすすめをお見せしますけども、ですね、まあ、速度が速くなっているという話と、あとトレートという Ruby のミックスインですかね、みたいな機能で、コードの再利用性が上がっているという話がやっぱりメインです。あとデモとかの話をすると、PHP の組み込みのウェブサーバーというのが入っているのが結構面白くてですね、もうすでに実験環境とかでいろいろ使われています。であとマルチバイトが多少強化されていたりとかというところがポイントです。で課題としてはちょっとまだAPC みたいなキャッシュとかのエクステンションがまだベータだったりとかってするのがあるので、まあ、もう少しするともうちょっと安定するんじゃないかと思います。で、スピードって面では少しベンチマーク、去年もご紹介してますけども、紹介しますとですね、PHP の場合全度ベンチっていうところにアルゴリズムチックなですねベンチマークテストが入ってまして、まあ、これを見ていただくと 5.2、5.3、5.4 ってどんどんスピードが上がっていっているのが分かると思います。大体 2,3 割上がってるなっていう感触なんですけども、まあ、こういうのがベンチマークとしてあって 5.5 はまああまり変わらないと、もういや大体言い尽くした感がありますけども、
あともう一個、言語として代入したりとか、あの計算、単純な計算させたりって、もうちょっとローレベルのベンチマークを取るとですね、これ見ていただくと分かるように、5.2、5.3 はあんまりいかなかったんですけども、5.4 になると、言語としての機能がすごく、洗練されてですね、あの細かいところに、最適化が行き届いて、もう下手すると倍ぐらい速くなっているという状況です。まあ、5.5 はあんまりまだ変わらないという状態です。で、あとその大きな 5.4 の機能追加ということでは、あのこれもまあ、あの紹介させて既にいただいていると思いますけども、単一の減少 言語の、まあ、PHP は単一減少なんですけども、コードをあの再利用する仕組みとして、あのメソッドのコレクションみたいなものなんですけども、トレートという仕組みが出ています。ちょっとこれインターフェースみたいな、あの従来使ってた概念と少し違って、あっちはあの外側を規定する実装を、まあ、あの強制するような仕組みなんですけども、そちらと組み合わせて使ったりとか、まあ、そちらを切り替えて使うような概念になります。で、あまりやりすぎると名前が衝突してしまったりっていうのがあるので、まあ、それを回避する仕組みっていうので、こちら右側にありますけども、ユーズなんとかアズとかですねということで、名前にエイリアスをつけたりということで回避する仕組みっていうのが出てきています。これうまく使っていくと、あのかなりその同じコードを書かなくてもよくなるので、あの、まあ、割といい仕組みじゃないかなと思います。あとはあのマルチバイトの対応っていうのがあのだんだん進んできてまして、 5.4 ではですね、あのデフォルトでここにありますけども、従来は MB ストリングとか Zend エクステンションを組み込むときに、構築時にコンフィギュアにオプションを入れなきゃいけなかったんですけども、今度はあの Zend マルチバイトをオンって入れると、あの自動的にオンオフ切り替えられたりっていうのがありましたりとか、あと Zend スクリプトエンコーディング、前は MB ストリングっていう名前がついてましたけども、デフォルトで PHP のエンジンの方に標準で組み込まれてコードの指定ができるようになったりとか、あとデフォルトの文字コードがあの ISO のラテン1ですね、 ISO88591 から UTF8 に変わってまして、あのいくつかの関数のデフォルトも変わっています。あとあの MB ストリング自体は例えば Unicode6 の携帯文字に対応したりとか、まあ、いろいろもろもろいろんな文字コードが増えています。であとですね、5.4 に間に合わなかったんですけども、実は 5.4.1 ではですね、MB ストリングの中の正規表現の置換オプションというのがあるんですけども、MB E-Reg Replace っていうコマンドがあってですね、そこであの E っていうオプションを入れると、ここにありますストレンみたいですね、あの PHP のコードをあの代入して書けるっていう、文字列で書けるっていう仕組みがあるんですけども、そちらはですね、あの実は PCRE の方でも話題になってるんですけども、あのこれ多分このまま入力入れると簡単にこう任意のコード実行されちゃうぐらいのバグが多分あると思うんですけども、あのかなり危険なんですね。文字列っていうのはあの入力入れちゃうとチェックがしにくいので、あの非常に危険なことになりやすいんですけども、そういうのを回避するために下側のコールバック関数を使えるっていうタイプのもの関数を導入しています。これを使うと、まあ、より回避がしやすくなってですね、型を決められますので、というのがなってます。あの PCRE の方もあのリプレスコールバックという関数を推奨して、この E オプションは廃止するという方向になっています。で、次がですね、5.5 の時代なんですけども、まだリリース実は決まってません。あの3月に出たばっかりというのもあってですね、なんですけども、そろそろ話題が出ているのは、まあ、来年の春ぐらいに出せたらいいよねというレベルです。であのこの通りに出た試しも実はあまりなくてですね、これ出れば1年間で出てくるのでかなり早いペースなんですけども、今ちょうどいろんなあの機能を入れて叩いているところです。であのただあの 5.3 のドラスティックな変更とかと比べると小幅な変更になるという可能性はもう決まっています。で目玉機能としては今日午後にもお話がありますけど、ジェネレーターというものが出てきています。ちょっとその話でいいを簡単にするとですね、あの詳しくは午後のセッションであると思いますけども、あの Python での仕組みから持ってきたものだと思うんですけども、イタレーターっていうものがあって、この下のコードにありますけども、X レンジ10から20ってみたいにですね、あの、まあ、10から1万でもいいんですけども、そういうその特定のイタレーション処理をするっていう時には、どうしてもそのイタレーションのボリュームが大きいとメモリを食ってしまったりっていうのがあったりとか、あとはそのじゃあイタレーターっていう仕組みはもともとあるんですけども、で自分でクラスを作ってこういうのを実装しようと思うと、前に進む後ろに進むみたいな関数をですね実装しなきゃいけなくてですね、非常にその割とやり、まあ、コードいっぱい書かなきゃいけないって面倒くさかったんですけども、こういうふうに関数でイタレーターを作れる仕組みっていうのができまして、あのイールドっていうところからあのイタレーションに自動的にこう
変数を叩き込んでいくんですけども、そういうものを定義できるようになりました。でこれを使うとそのイタレーターを簡単に定義できるようになって、反復処理が、まあ、反復処理多いですからね、あのデータベースから取ってきて表示させたりというところがかなりシンプルに書けるようになると。であのこのコード自体も割といいんですけども、実はこれ書いた人があのベルリンのドイツの方でニキッタ・ポポスさんっていう人ですけども、最近結構アクティブな方で17歳っていうことで、あのここに、ね、いる若い方、もし高校生ぐらいの方がいたらですね、あのぜひ、この人ぐらい頑張ってあの新しい機能を突っ込んでいただけるとありがたいなと思います。であと細かいところでいろいろ言語が変わってるんですけども、ちょっと便利なところではあのファイナリーブロックキーワードというのが出てきてですね、あのトライしてキャッチでエクセプション飛ぶっていうパターンをあの皆さんオブジェクト思考でやってられると思うんですけども、あの例外投げるとキャッチに飛んじゃうんですけども、その後あのなんかこのブロック自体でなんか出る際にクリーンアップなんかファイル消したりとかってことをしたい場合にもなんか難しいんですよね。あのトライブロックとキャッチブロック両方に書かなきゃいけなかったりとかするんで、あの冗長だったりしたんですけども、あと抜けちゃったりしたんですけども、ファイナリーっていうブロックが追加されて、どっちに行っても必ず最後ファイナリー通って出てくっていうものが追加されました。だから最後のクリーンアップをファイナリーに書けばいいので、結構シンプルに書けるようになります。あとは、これセキュリティ絡みですけども、パスワードハッシュというものがつい、投票が今通ったところでもうコード入ると思いますけども、出てきまして、これあの今まであの、まあ、パスワードもハッシュして保存するってことになってると思いますけども、それを簡単にその例えばあの総当たり攻撃とかですね、あと辞書攻撃みたいなのを、まあ、食らわないように、容易に食らわないようにですね、あのいろんなイタレーションしたりとかっていう処理があったんですけども、それをまあ簡単にやる仕組みです。今までは結構文字列あの揃えたりって大変だったんですけども、それであのパスワードハッシュっていう仕組みができています。であの強度を変えられたりとか暗号のパスを変えられたりっていうのがあります。あともう一つは似たようなものですけども、あのイタレーションするキーストレッチっていう仕組みがあるんですけども、それでよく使われている PBKDF2 っていう規格があるんですけども、そちらもサポートされています。ただこれあのちょっとコード一部書いてますけども、結構書く量が多いんで、なんか感覚的には上のものが主流になっていくんじゃないかなと思います。で、あとはですね、ちょっと細かい話はあんまりしませんけども、あの配列文字列の定数とかをあの文字列に対してインデックス添え字をですね直接指定できるようになって、123って書いた文字列の1番目、あ0から始まるので2番目ですけど、2番目が欲しかったら1って書くと2が入ってきたりっていうことがあります。でこれ使うと例えば右側のあのコードみたいなのをかけてですね、例えばランダムな16進数の文字列が欲しいときですね、0から F まで文字列作っておいて、まあ、赤字の部分になりますけど、乱数を16まで食わせてあげると、そうすると乱数が16進のが自動的に返ってくるっていうようなコードを、まあ、シンプルにかけたりします。あとシンプルにかけるっていう意味では、あの下にありますけど for each のリスト、イタレーションで、ですね、今までは左側みたいに、例えばで配列を as のところに置くようなときにですね、一回リストで切り出したりとかってことをしなきゃいけなかったんですけども、as の後ろ側にリストを書けるようになったので、配列の一部が欲しいとき、分解したいときにはよりシンプルに書けまして、 ID とネームを取り出したりってことをあの配列の上の方でですね、イタレーション側でできるという仕組みが導入されています。であとはさっきあの申し上げましたけども、あの、PLEG リプレイスというところはあのセキュリティ絡みで E オプションというのがあの入ってたんですけども、それが今 5.5 からはですね、こういうふうにあのもう廃止されますよという警告が出るようになります。で多分その次のバージョンぐらいではもう廃止されると思いますので、今からそのこういう機能を使っている方は移行される準備をした方がいいと思います。ちょっとこう駆け足で喋ってきた感があるんですけども、だんだんちょっとまとめの雰囲気にさせていただきたいと思います。あのちょっと盛りだくさんな感じでこう今開発が進んでますけども、今ちょうどこう移行期としてはこう 今一番開発としては楽しい時期で、新しい機能がどんどん追加されて議論されてブレッシュアップされてるんですけども、これ最近あのさっきの LLM アップデートでもお話しした内容なんですけども、言語によっていろんなそのポリシーっていうのがあるんですね。あのいい悪いは別にして、あの特色があるんですけども、 PHP の場合このラスマスさんっていう人が作った言語で、彼がまあいろんなことを PHP について言ってるっていうのが大体オフィシャルなコメントになりますので、ちょっとご紹介したいと思いますけども、例えば Ruby だったら
Ruby 大好きみたいな人が、プログラミング大好きみたいな人がいるんですけども、PHP の場合は違います。PHP はもう歯ブラシのようなもんですよと。いつも使う役に立つシンプルなツール、まあ、ちょっと簡単な役なんですけども、だから誰も歯ブラシのことなんか気にしないよねと。だけど、これはもう問題を解くための簡単なシンプルなツールなんだから、みんな使ってねと。気軽に使ってよねと。で、そういうふうに気軽に使えるようなものを作るんだよっていうのが、PHP のポリシーです。で、まあ、歯ブラシって言えば最近ご存知かどうかわかんないですけど、国際宇宙ステーションのピンチを作ったのは実は歯ブラシだったりとかっていうのがあってですね、ちょっとマニアックなんですけども、実は結構役に立つっていうのは最近ニュースでも話題なんですけども、使い方が重要で、みんなにそのすごいツールだ、オブジェクト思考がのなんか難しいんだと思われなくても簡単に使えて問題が解けるっていうのがやっぱり PHP の特徴だと思います。じゃあそんなところで何が重要なんですかっていう話をしたときに、私ちょっとこうエンジニアリングとして先輩の大先輩の方に教わった話があって、技術っていうのはですね、なんか技術っていうものは変わっちゃいけないものっていうのは一つあるんですね。特徴づけるために変わっちゃいけないものっていうのがありますと。でもう一つは変わんなきゃいけないものっていうのがあるんですね。つまり変化には対応しなきゃいけないと。アイデンティティを保ちながら変化に対応するっていうのが非常に重要で、もうアイデンティティを保つのはこの上側になります。PHP の場合は言語がシンプルで学習が容易でドキュメントが分かりやすくて、コミュニティもこういうふうに充実してるっていうのが特徴です。だから多様な要求に応えながら、そうするとだんだん難しくなって複雑になっちゃうんですけども、かつそこで分かりやすさを保つって、ちょっと難しい課題に対応して開発を進めているというのがポイントです。で、そんな中でもやっぱり重要なのが、やはりそういうこういうカンファレンスとかコミュニティを保ったりとか勉強会、いろんなところでやられています。そういうのを続けていく地道なことをやっていくっていうのが非常に重要なんじゃないかなと思っています。あともう一つは、進化に耐えるということですね。ウェブの世界すごく進歩早いですから、進化に対応しないともう廃れていってしまいますので、そこを とにかく必要十分な答えを最新なところに対応していくということでは、やはりその新しい開発者とかコントリビューターに入ってもらうというのは重要で、そういった、敷居を下げるというところが非常に重要です。あとは今日向こう側でお話しされてますけども、ワードプレスみたいなですね、キラーアプリを作っていくということで、どんどん使うユーザー側さんも増えていくというところは非常に重要じゃないかなと思っています。で、最後になりますけども、まずちょっと、私ユーザー会として話をさせていただいてますので、ユーザー会のちょっと簡単なご紹介をさせていただこうと思います。これはちょうど12年ぐらい前にできた団体なんですけども、ご覧いただくと今日分かると思うんですけど、非常に緩い団体でして、特にその何か、会長がいたりとかですね、なんか規約があったりするわけでもなくて、こういった、イベントに集まってみんなでこうワイワイやって、自分がユーザー会員だなと思ったらメンバーだというふうな雰囲気でやってます。で、今回も Facebook とかで随分準備していただいてますけども、いろんな会合を開いてですね、どんなのイベントにしようかっていうことで、今日なんかもう本当お祭り的な感じでやっていただいてますけども、そういうのをやったりする団体です。で、主流側のメーリングリストとか、そういった最近だった Facebook みたいなところで活動を続けていると。あとは国際化みたいな、皆さんがお使いになるようなマルチバイトの話とか、それの開発の話もやっています。よかったら参加、来年以降ですね、参加いただければと思います。で、私の話これで大体終わりなんですけども、今日ちょっとどんな感じっていうのをちょっと最後ご紹介しないと多分イントロにならないので、時間がちょっとあるのでご紹介しますと、さっき司会の方がご紹介ありましたけども、トラックが3つに分かれています。で、ここがメイントラックで、向こう側が左側、こっちからと皆さんからと右側ですかね、ベーシックトラックで、入り口の方がテックトラックっていうことになってまして、隣のセッションの声が聞こえながらやるとなかなか面白い話だと思いますけども、盛りだくさんの話で、これ多分十何回目にして初めてだと思うんですけど、昼休みがないっていう、詰め詰めな感じでやるのがもう、すごいお祭りっぽい学園祭みたいな感じで、非常に面白いというのと、あとワードキャンプ、共催ということで、向こう側のここからも見えるんですけども、見えながらセッションができるっていうのが非常に面白いところだと思います。で、これからいろんな話聞かせていただけると思いますけど、私も楽しみなんですけども、例えば徳村さんのセキュリティの話とか毎回楽しみですし、あとはさっきお話したパッコンポーザーの話とか、フレームワークのアップデートの話ですね、とか、もろもろ、ジェネレーターの話も出てきます。あと Git の話とかも出てきますし、今日も一日いろんなことが楽しめるんじゃないかなというふうにしています。で、最後は
いつもおなじみの LT ライトニングトーク大会ということで、なんかここら辺になるとなんか乾杯もできるっていう話をちょっと聞いていますので、これもちょっと楽しみにしています。そんなこんな感じでですね、今日も一日PHP 三昧で、あとワードプレス三昧でですね、楽しんでいただければと思います。ちょっと長々と一方的にお話をしましたけども、これお話の方を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。広川様ありがとうございました。それでは5分ほど休憩の後、3つのトラックが開始されます。